キングアンパン。さあ、アンパッキング第4回目からやっていきたいと思います。前回がですね、なんか普通の部屋っぽいんだけど部屋数がめちゃめちゃ多くて、なんかね、家族で暮らし始めたのかなみたいな考察をしてた回でしたね。で、今回やっていくんですけど、ちょっとね、皆さんに謝らないことがありまして、2週間ほどですね、アンパッキングの動画空いてしまって本当申し訳ございません。いやー、ちょっとね、いろいろね、音ゲーの方にね、時間を費やしたりして、なかなかね、撮る時間がなくて、撮れなかったって感じの言い訳をしようとする、昨夜です。じゃあやっていきましょうか、今回。いやー、アンパッキングね、自体はね、めちゃめちゃ好きなんで、ちょっとね、ずっとやりたいなと思ってたんですけど、なかなかやっぱね、時間取るのが難しくて、まあやっていきましょうか。前回が、確か前回の話もうしたな。もう、何回前回の話すんのって感じだけど。今回はめちゃめちゃ近未来的なですね、もう宝くじでも当たったのかってぐらいね、すごい高級なね、ところに来たんですけど、いろいろね、前回から持ってきた家具とかもね、こうやって配置されてるんですよ、もう勝手に。で、これ見て、ギターとかも始めてんの。いや、これすごいね、なんか近未来的なさ、ガチで東京に暮らし始めたらもうさっさとやれってね。じゃあ、1箱目開けましょう。1個目何が出るんだろう。カブトムシいる。カブトムシ飼い始めたんだ。なんかこの部屋に合わないな、あんまり。じゃあささみ肉、久々みたいな、このささみ肉。これ拡大ってどうするんだっけ。待ってね。待って他の部屋は後で見たい。ちょっと待ってね、これ操作だけ確認させて。あ、待って、取っちゃった。操作確認してたらボール取っちゃった。とりあえずこのなんかね、サイコロ、これ謎のなんか異物みたいなやつをゲットしたんで、これってそんなおしゃれかな。どういうところに置くのが正解なんだろうね。こんなとこ置くのも、これ何なの結局ね。隕石のなんか残りカスみたいなやつ。隕石の残りカスじゃん、完全に。まあ置きます、とりあえず。まあ、結構ね、荷物の量も多いんで。おお、あった、何これ。新しいフィギュアじゃないこれ。なんか初めて見たよ、このフィギュア。これ見たことないもん。同じような系統の。あ、待って、これ、回転どうすんだっけ。あれああ、びっくりした。あ、これ、回転させて、ひとまず、やっぱフィギュア系だから上に置きましょうって感じですね。おーし、次は何だろう。あー、これ本系ね。本系に関しては、ここさ、多分ゲーム機っぽいんだよね。で、ゲームの攻略本みたいなやつでしょ。一緒に置いたろ。もういろいろね、本は本って言ってね、ジャンル別にしないと後で困るんですよね、実は。皆さん経験あると思うんですけど。さあ、こちらに関してもパンダみたいな本ですね。パンダみたいな、パンダみたいな本ゲットしました。はい、次はこちらも人物像みたいな本ですね。まあ本がね、この子多いんで。あとスピーカーとかさ、こんなでかいやつ買ってさ、俺よりいいの買うなよ。俺スピーカー持ってないんだよ。俺スピーカー持ってないのに。おい、待って、ウクレレみたいなのある。かっこいい。てか、かわいいね。かっこいいっていうか、これどこに置くのが正解なんだろう。あれ、これどの辺に置くのが正解なんだろうな。なんか立てかける場所とか欲しいんだけど、一旦ここ置いていい。なんかかわいい。なんか音楽いっぱい始めたけんなんだね。はい。めちゃめちゃカミカミだね。続いて、あ、出ました、パンツ。恒例のこのゲームのパンツ出ました。クローゼットに関しては、あ、ここにあるね。だからこの服みたいな、パンツみたいなやつは多分ね、このクローゼットの中。うわ、すごいわ。いや、すごい、ベルトもある。こんなに巻ける、ベルト。これベルトだよね。こんなにぐるぐるに巻けるかな。どんだけ柔らかいシートベルトなの。シートベルトじゃねえや、やべえこれ。あ、でもなんかこれ回転させたいな。え、待って、すげえこれ、見て。なんかさ、待って、既存のもの動かせるんだけど。既存のもの動かせるんだけど、みんな。これ。やばくない？すごくない？あ、でも無理なやつもあるんだ。なるほど。既存のもの動かせるんだ。すげえ。これね、前回からなかったんじゃないかな。俺気づかなかっただけかな。めっちゃいいじゃん。ちょっと待って、これ。いろいろちょっと待ったさ、またさ、いろいろできることに気づいてしまった、俺は。いやー、これは長引くぞ、みんな。動画時間30時間ぐらいいきそうだな。本当にね、楽しいんで。いや、これ、このシートベルトとかも、この中入れれるんですね、これ。
素晴らしいっすねこのゲーム。いやーちょっとこの自由度がね高いゲームはね本当にね好きなんで俺は。いいっすねこれ見て、これ何かわかんないけどゲットして、まあ、こっちね先ねやっぱりやっていきましょうか。これも本なんでここに置きます。でこの辺も本なんで、もう本ばっかり、もう本ばっかり、何かあれば本だからねこの子。あ、なんかファイルみたいなのもあるね。買ったのかな、何のファイルかもちょっとよくわかんないけどね俺。これゲームソフトか、違うね、本だよね。これもなんかスプラトゥーンみたいな。あ、スプラトゥーンやりたいな、スプラトゥーンめっちゃやりたいなスプラトゥーン。これ何これ、あ待って、下にも置ける、すごくないこれ、下に置ける。え、これ下置きたいな、すごいね。ここの下にさ、なんか雑誌みたいなの置いてあるな。うわー、おしゃれ。しかもこのガラス張りのね、このなんかシフォンケーキみたいな、シフォンケーキみたいな焦げたねケーキ置いて、はい終わりました。いやおしゃれっすね。このカブトムシちゃんもいいねいいね、クワガタちゃんね、かわいい、ね、かわいいなこのクワガタちゃん、うん、なんかちょっと視点がおかしいな。まあとりあえずこれ行きましょうか。はい、こちらに関しても雑誌っぽいね、これもう雑誌なんで、やっぱりこれはこっちか。雑誌系は多分ね、なんかね、表紙がでかいやつだと思うから、多分ね、あ、虫ちゃんじゃない。ここに置くのが正解な気がする。まあ、正解はないんだけどね。だからこの辺に置くのが無難なのかなって。あ、これでもノートっぽいね。ノート系はさ、やっぱこの辺置きたいよね。あ、ちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれじゃないこれ。なんか、金のさ、この金具、ここの部分めっちゃいいよね。なんか大体白か銀じゃん。で、これに関しては昆虫博物館みたいなね。やつゲットしたんで、こんな感じね。なんか、ハリーポッター、ハリーポッターじゃん、これみんな。ハリーポッター。本の中に豆腐挟まってるけど大丈夫これ。ひとまず置いていきましょう。ここには置けない。スピーカーの上置く？んーで、この辺に置きたいんですけど。OK！ いいね。で、これ次も行きます。で、この辺置きます。あ、同じ系統だ、これ。ハリーポッターの賢者の、ハリーポッターと賢者の石と、ハリーポッターの賢者の石、英語版でしょ、これ。日本語版と英語版の、ハリーポッターの賢者の石でしょ。OK、ありがとうございます。こちらに関してはですね、2980円で売ってそうな本ですね。これなんだこれ。悪魔みたいなのが見えるね。ゲームの攻略本っぽい気もするよな。でもわかんないからね。あ、違うわ。ハリーポッターの賢者の石、韓国版じゃん、これ。日本語版、英語版、韓国版ね。なるほど。ハリーポッターファンですね。ありがとうございます。あ、終わったね。2本目も。さあ、続いても行きましょうか。これ何これ？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 まな板みたいなやつ？わかんないな。じゃあ、開けていきましょう。はい。なにこれ？え？ゲームキューブ、ゲームキューブコントローラーだ。嬉しい。とりあえずさ、手前をこう、ここに。あ、違う、そこじゃない。オッケー。よし、ここ置いて、もう一個出てきそう。あ、赤色ね。前回も持ってましたよね。この赤色と青色のやつね。んーで、これに関しては、なんだこれ。あ、ドラゴンクエストとソーセージかな、これ。さ、ソーセージと剣ね。なるほど。わかりました。この本に関しては、ゲームっぽいよねこれ。ゲームっぽくないこれ。あ、ゲームだわ多分これ。合ってる合ってる、多分この辺だと思うんだよね。んでこれに関しても一個一個見ていこうか。これもゲームっぽいね。なんか王様ゲームみたいなやつだよね。んで置いていきます。なんか物が分かるようになってきたぞ俺、このゲームやりだして。ドット絵でもちゃんと見てるからかな。何これ、もうこれに関しては分からん。もうまあバナナにしか見えない、チョコバナナにしか見えないけど、これ多分ゲーム機だって合ってると思うんだよね。さあ見ていきましょう。かわいいの来た。かわいい。この辺置きたいんだけど、ちょっとかわいくないこれ。めっちゃかわいいんだけど。なんかさ、この辺に置いてあるのもよくない？ちょっと一旦置いていこう、こう。黒だからさ、めちゃめちゃさ、なんか合うんだよね、ひよこちゃん。かわいい。このゲーム機に置いてたらね、怒られるんですよね。空気が逃げる場所をね、潰してくるから、人形って。だからゲーム機の上とか置いたらダメなんだけど。ここだったら大丈夫でしょ。んで、これに関してはなんだ？ああ、これもレースゲームっぽいね。レースゲームっぽいんで、ここに置きたいんですけど、置けないんですよね。いやー、ちょっと待てよ。これ困るね。どうしようかな。うわー、結構困るな。どうする？みんなだったら。この辺置くのもありじゃない？なんかこの辺置いてるのもいいよね。なかなか。ゲーム。お気に入りのすぐやりたいゲームこっちみたいな。
よし、いいね。そんな感じの考えで、これに関して、なんかもう同じようなゲームばかり。あ、これが本当のレースゲームですね。これを置いていきましょう。いいですね、なかなか。あ、待って、これさ、移動できるんだったらさ、これを、このなんか、あの緑系統の XBOX みたいなやつを、多分 XBOX だと思うんだよね、俺の予想は。で、これスイッチこの頃ないな。で、この辺に置いて、で、この XBOX 系を、ここに置くとかどう？いや、めっちゃ神これは。で、これ、置けないんかい。置けない。もう置けないんだけど。まあ、ひとまず置いときます。んで、お、待って！これ知ってるよ。これ、前回もあったよね。これ、ゲーミングキューブじゃない、ルービックキューブじゃないやつ。ね。これを、ゲーム機なんで、すぐできる場所がいいんですけど、わー、どうしようかな。でもこの辺置きたいな。どうしようこれ。めっちゃ迷うんだけど。これゲームのソフトさ、一旦全部のけて、ゲームキューブをここに置いとくとかどう？あれ？これで。なんで横になっちゃうの？これ縦にしたい。縦はダメ。縦にしちゃダメ。この向きにしたい。うわ、ダメっぽいのか。ダメっぽいなか。どうしよう。どうしよう。マジで横になっちゃうんだよな、これ。どうしよう。横になっちゃう。こう置く？なんか変なんだよな。まあ、いろいろ家具出てくるから、ひとまずこれ山積みにしときます。はい。こんなに詰めるの？これサムネになりそう。なんか、こんなに詰める？これ上に置ける？あ、置けないか。あ、さすがにふざけられないと、そこまで。そこまでアンパッキングふざけられなかったみたいですね。続いて、このでかい段ボールもあるんですけど、あえてこっち行きます。見えづらいね。もう画角的にすげえ見えづらいやつね。これはエッフェル塔来ました、皆さん。こちらね、何でできてるか知ってますか？あの、あれです。あの、モナカです。はい。おもんな。モナカでできたね、ピシャの砂糖を、とりあえず、ピシャの砂糖じゃない。ピシャの砂糖ね、置いてって、シャトーグリアンしてって、これさ、最初の家ぐらいからさ、持ってなかった？すっごい気に入りなんだろうね。あ、待て。多分ね、あの、友達からもらったね、お土産のやつだと思うんだよね。んで、あ、出ました、この黒い本ね。怪しいね、これ。怖いな。ホラーゲームかな。ホラーな本、ゲットしました。んで、あ、謎の伝書ね。この人ね、この子ね、めちゃめちゃ本がね、好きなんで、本系がね、すごい多いんですよ。で、この辺、このゲーム機とかもさ、一旦この辺置いて、ここに並べたいよね。謎の砂糖みたいな、謎の片栗粉みたいなやつは、ちょっとよくわかんないんだけど、あの、この辺に全部この本系を並べたいっていうのかな。俺の考えはね。で、続いて行きましょう。こちらもですね、まあ、ね、これ、ゲームのなんか遊戯王みたいなやつかな。遊戯王あんま詳しくないんだけど、まあ、遊戯王みたいなやつで、置いていきます。続いて、これね。こちらはどんなもんなんでしょうか。何これ？何か、わからん。もう何がないやらわからん、これ。向きすらわからないんだけど。はい、このよくわかんない方をゲットしまして。んで、続いて、こちらですね。こちらに関しても、これなんつんだ？あれと同じなんだよね。横にあるやつ。金のやつね。と同じなんで、同じとこに置きたいよね。んで、置きます。あ、もう置けない？マジか、もう置けないのか。ちょっと待ってね。で、ここに、こうやって。オッケーオッケーオッケー。で、こうやって置いて。いいね。かっこいい、かっこいい。ちょっと待って、めっちゃかっこいいんだけど。なんか、いびつかな、これ。おかしいかな。よし、一旦置いとこう。怖くない？これ。ちょっと待って。やっぱ怖くない？これ。すごい怖いんだけど、この本。置いといて。見ていきましょう。はい。あー、これ出てきちゃったかー。これ出てきちゃったら、この子はね、ここにしまいましょう。はい。危ない本なんでね、ここにしまいまして、ちょっと待ってね。これちょっとね、俺ね、あれなんですよ。ちゃんとね、ふざけずにっていうか、ちゃんとね、いい家をね、作りたいんですよ。自分なりにね。なんで、本当にね、真剣にやってます。こちら、あ、出ました。毎年恒例、毎年恒例じゃないよ、恒例のね、この寿司ですね。
はい、マグロが異常に多い寿司ですね。シャリがこの中に入ってるタイプのね、寿司をゲットしたんで、これそんなにいる？なんかもう部屋の雰囲気ぶち壊しぐらいね、すごい部屋に合わないと思うんだけど、まあ置いときましょうか。お気に入りのものなんでね、おそらく。はい、もうずっと持ってきてるってことはね、お気に入りのものだと思うんで、はい、ちゃんと飾ってあげましょう。続いてこちら行きましょうか。いや、あえてちょっとでかい方は行くわ。テレビとか入ってんのかな？もうあるけど。この上にテレビもう一つ重ねたいな。んで、これは、あ、かわいいの来た。あ、でもここ置けないのか。ほんじゃ、ベッドルームいいんかな。これに関しては、スピーカーの上とか置きたいな。それだったら。置ける？待って。OK。かわいいじゃん。んで、置いてって。あ、出ました、この棚。棚もこれね、結構この子好きみたいなんで。この棚に関しては、やっぱり、やっぱりここでしょ。いや、棚といったら、あ、待って、でもちょっと待って、他にもあるかな。いや、でもこの辺だな。いや、めっちゃいい部屋住んでるよ、この子。本当にめちゃめちゃいい部屋住んでるもん。カーペットルームとかガチでなんか宝箱当たったのかなっていう感じするんだけど。んで、あ、ひよこまだいる。かわいい、これ。え、これめっちゃ欲しいんだけど。え、これ自分で作ろうかな。なんか目がほんと飛び出すぎじゃない、このひよこ。見ていきましょう。え、かわいい。え、なに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 、めっちゃかわいいんだけど。え、なにこのひよこシリーズ、すげえかわいいんだけど。なんか頭に黄身のっけてさ、黄身じゃねえ、殻のっけてさ、かわいすぎん？生まれてきた時からこうなのかな。で、これ、あ、なにこれ、あ、これこれ、あれこれこれ、みんなみんな見た、これほら見て、ギターのさ、初心者入門講座みたいなやつでしょ、これ。うわ、マジか、ちょっと待って。どうせ、新品未開封なんだろうな。永遠に。俺ね、そういうこと多いから。待って、これ、嬉しいんだけど、どこ置きます？うわ、初心者入門講座でしょ。いや、こういうのってさ、ここら辺に楽器があるから、おそらくすぐ見たくなるんですよね。って考えると、この辺に置くとかどう？でも、横になっちゃうな。あ、横になっちゃう。どうしよう。ここに置きます。ここに置くわ。ありがとうございます。さあ、見ていきましょう。さあ、なんだ。おっと、これに関しても音楽の本っぽいね。イントネーションおかしいけど、これはメロディーみたいなやつなんで、どうしよう。本が多すぎてさ、本って結構困るんですよね。あ、待って、あ、これもルーズリーフみたいなタイプだから、このなんかよくわかんないね、紫色の本と交換しましょう。いいね。やっぱルーズリーフはルーズリーフで飾った方がさ、めっちゃ綺麗だね。出ました。布団ですね、布団。布団に関してはね、どうしよっかな、これ。あ、これ布団だっけ？なんかね、バスタオルもあったんですよ、これ。バスタオルもあったから。え、すげえ、待って、取れる取れる。待って待って待って、バスタオル。これ、バスタオルじゃなかったみたい、これ。これは布団なんで、これ下とか置きます。ひとまずここ置いて、 OK、 いいね。あー、またルーズリーフゲットした。これはなんかピカチュウ、なにこれ、個性強すぎん？コロナウイルスみたいな、なんかコロナウイルスみたいな、なんかルーズリーフなんだけど、柄が。あー、初心者入門編ちょっとおさらばですね、これは。ルーズリーフ来ちゃったんで、はい、この辺置きましょうか。いいね。んで、続いては、おっと、これはなんか大事な書類っぽいんですけど、本が本当に多いね。マジで思うけど、この子は。もう本がね、圧倒的に多い。で、このよくわかんないフィギュアに関しては、もう上置きまくります。で、これもジャンルが違うんで、この辺置いて、え、なかなか悪くなくない？俺の部屋、これ。俺の部屋にもするけども。もうよくわかんない、これ。これ何これ？泥団子でも作ってんの。で、これなんかコーヒーメーカーみたいなやつね。これ何これ、なんだろうね、ろくろみたいなやつかな。そういうのにもハマってんのかな。いろんな多趣味なんだね、この子は。ほんとそう考えると、音楽もやるし、ゲームもやるし、アニメも見るし、ろくろもやると、ろくろ、あと筋トレもすると、で、ひよこも集めると。すごいね、コレクターだし、結構ね、なんか近しいところを感じて、俺は好きですね、この家に住んでること。結構趣味が合いそう。んで、ルーズリーフ集めます。ルーズリーフ、もう来ないでほしい、マジで。
これ以上入れたらね、ハリーポッターをおさらばしちゃうんで。で、この辺置きます。さあ。で、こちらの本に関しても、怖い。結構なんか大人な本な気がするな。で、ここ置いて、あ、終わりましたね。続いて、右見ていきましょう。ほんとこのウクレレがどこ置いたらいいのかわかんなくて困ってるんですよね。はい。あ、ささみに行く。はい。おっと、この本もね、これは多分デッサー用の本だと思うんだけど、ずっと持ってるよね、この子。ほんとに。もうずっとこの本はね、多分、すごい素晴らしい。なんか天才が書いたあの、なんだっけ。ね。ピカソみたいな人からもらった多分本だと思うんだよね。さあ、この辺置いていきましょう。このさ、フラスコもさ、変えられるから、ここの棚の部分のやつをさ、左に持ってくるとかもありだよね。いいよね、それでも。で、こちらがバレリーナの本みたいなやつですね。で、こちらに関しても、この辺置くかも。もう置いちゃいます。で、このグラスに関しては、別の部屋置いても大丈夫だと思うんで、置いていきましょうか。はい。何これ?タイプって書いてある。これなんか数学の本かな、わかんないな、俺タイプとか言われても。んで、おー、来ました。ここでジャケットか。どうしよう、ジャケットやっぱかけたいよね。いいよね、こうやってかけたくなるよね。んで、この辺のなんかもう、なんか、アニメの中に出てきそうななんか魔法陣な本出てきましたね。んで、幻想的な本あるんで、こちらも、この辺置いていきましょう。いいね、いい感じに決まっていきますよ。これもバレリーナっぽい、びっくりした。メデューサかと思った。すごいなんか独特な本ですね。これに関してもここら辺置いて、よし、いいんじゃないかな、割と。んで、この本に関してはこの辺置きたいんだけど置けないんですよね。どうしよっかな、ちょっと困るよなこれって。で、この辺とか置こうと思ったらグラスを乗けないといけないんでしょ。いや、いろいろ選択肢があるから逆に困るよね。で、あえてこっちに寄せると、あ、いいねいいねいいね。これあんまりでもいいかいいか、やっちゃえ。さあ、ある程度整理しまして、まあ、こんな感じになりました。グラスとかにギターに関してはちょっと一旦ここに置くって感じで、あとは、ファイルとかこの辺に置いて、ゲーム機をここら辺に集めてみました。で、楽器講座をここに置いて、コントローラーね、ここに置こうと思ったんですけど、ルービックキューブじゃないこのなんてゲームキューブがここにしか前に向いてくれないんですよ。だいたいこういう向きでね、こうか、この向きで入っちゃうんで、このなんつうんだろう、真正面の向きって言ったらもうここに置くしかなかったんで、ゲーム機ここ置きました。もう本当は良くないんだけどね、これ。空気が抜ける穴がここら辺にあるから全部ぶっ潰れちゃうと思うんだけど、まあその細かいところはね、皆さん気にしないでください。で、まあこんな感じでゲームを2人でやってるって感じんで、コントローラーここら辺に置いて、リモコンもこの並べてって感じですね。このギターとグラスをね、位置変えようかなって今のところ思ってます。さあ、行きましょうか。横。どっち行く?左行きましょう。大体ところで、大体行きましょう。もうめちゃめちゃじゃん、俺。いやー、めっちゃいいね、これ。うわ、待って。今までむき出しだったのがさ、こうやってさ、わかる?こうやって。この、なんつうんだろうね。ドア付きのね、グラスでね、こうやって落ちないようになってるんですよ。いや、おしゃれになったね。全部割ってやろうかな、ほんとに。まあ、ひとまず、このなんか植物みたいなやつもあるんですけど、これミキサーとかいいやつね。もうなんか俺、近未来の哺乳瓶にしか見えないんだけど。あれ、これもミキサーか?ちょっとわかんないな。まあ、とりあえず、見ていきましょう。はい。なんだこれ。次は。あー、出ました。これ好きだね。おそらくポットだと思うんだけど、まあ、俺は哺乳瓶って言うよ、絶対。この大きさの哺乳瓶とかまず存在しないと思うんだけど、まあ哺乳瓶ゲットしまして置きましょう。これは、あ、軽量スプーンか。なんか多くないこんないる?あ、小さじ大さじとかか。なるほど。これに関してもなんか似たようなやつゲットしたな。なんだこれ、クリップ?何これ、型取りみたいなやつかな。ちょっとわかんないな。同じ色してるから多分、ちょっと似たような用途だとは思うんだけど。あ、栓抜きね。栓抜きもここら辺置いて。これは、なんだ?これあれだ。ペンチみたいなやつかな。なんだこれ。何これ、わからん。わからんぞ、これ。ペンチみたいなやつにしか見えない。で、あ、胡椒系ね。いや、胡椒系の調味料とかもすぐ使える場所がいいよね。いや、ここら辺にトッピングもありでも。いいね。あ、これいいね、いいね、いいね。ブラックペッパーとなんか、ラー油みたいなやつね。いいね、それは。で、ソルトね。
ソルトとかも調味料系なんでね、この辺置くのがいいのかな。いやこれ好み分かる。え待って、みんな、えこの椅子ってさ、めっちゃいい椅子じゃない？えマジでこういうの使ってんの？ぜえ俺でも使ってないのにねえめっちゃいい部屋住んでるって。これすごいね。何があったの本当に。ワイン、ビール系出てきましたね。大人になったってことかな。大人側でも住んでるってことだよね、こういうのがあるってことは。でも待って、一人暮らし、え前回さ家族暮らしだと思ってたけど、一人暮らしになったのかな、また。なんか読めないわその辺。一瞬ちょっとその月だけ家族と暮らしてたみたいな感じなのかな、わかんないね。あー出ました、このビールね。はい、まあ大人だと思うんで、もうビール頼むってことは。で、これなんかよくわかんない砂糖みたいなのゲットして、あ、これも計量スプーンかな。これなんじゃ、なんだろう。何これ。ん？写真か？おー、写真っぽい。あ、めっちゃいい写真これ。あ、あ、これあれじゃん、これ。あ、あ、マジか。うわマジか、うわ彼氏できてる。なるほど、いやなるほど、2人で暮らしてるから2人の分合わせて給料結構いいとこ住んでみたいな感じか。なるほど、2人で分け合ってるから結構いいとこ住んで。なるほどね、これ彼氏と行ったってことなのかな、これも。うわーすごいいいね、このいい写真だわ。これさ、あえてここに貼ってるってのもなかなかいいよね。冷蔵庫に、冷蔵庫に貼ってるものって汚れるじゃん。でもさ、なんかあえて貼ってるのいいよね。でこれ、あ、これも写真だね。これ写真貼りすぎも良くないんじゃない、このなんか冷蔵庫開け閉め激しいのにさ、大丈夫かな。はい、あ、これも写真だ。ん、あ、あ、待って、子供生まれてるけど、多分この子の子じゃないよね。ね、だって、だってこのお兄ちゃんがさ、例えばこれ、この男の人だったらさ、もう毛深すぎて。髭剃らなかったらこんな毛深いみたいなないもんね、さすがに。もう髪の色とかこの子と同じだけど、多分これはなんか、家族がもう一人できたみたいな感じなのかなって感じなんだけど。まず比較的、この、なんて言うんだろう。こんな感じにしたいよね。わかる？どう？あーでもちょっと、いや微妙だな。どうしよっかなこれ。うわーこれ悩むね。これ悩むわみんな。これ悩みます俺。こうします？あんまりね、この辺に貼りすぎても良くないんですよね実は。なんでこれ横並べにするのもいいけど、こう貼っとく、 T 字に貼っときます。さあ行きましょう。写真ね、冷蔵庫に貼るのもちょっと珍しいと思うんだけど、引き出しとかにね、またこの辺のものは入れようと思います。さあこれでかいの行きましょう。ポットですね、こちらも置いて、お鍋だ。結構いろんなね、いいお鍋買ってんなこれ絶対パナソニックじゃん。んでこれゲットして、うわ、プロテインある、プロテインあるよみんな。これ絶対プロテインだ。お兄ちゃんの男の人のやつだね、おそらく彼氏のやつ。なるほどね、まな板とかめっちゃいいの買ってる。え、何これエイリアンみたいなやつあるんだけど、エイリアンみたいな。んで、うわーすげえ、絶対ブランドのやつだこれ。ナタ包丁とかもあるんだけどナタ包丁みたいなやつあるんだけど。でスプーンもこの辺入れましょうかね、ひとまず。んでいいね。でこの辺も入れます。え、次の部屋めっちゃ楽しみなんだけど、どうなるんだろう次の部屋。すごい楽しみなんだけど俺。でこの辺置いて、これもこの辺置ける、オッケーオッケー。置いて、これなんだ、何これ、何これ、自爆スイッチみたいなやつゲットした。これ自爆スイッチはこの辺でいい？ちょっとわかんないから、よし置いて。で草系はね、いやーどこ置こうかな。でも邪魔になんないとこがいいからね、草系も。あーでもこれシャンプーとかここでいい気がするな。草系か、草系どこ置く、ここ置けないもんね。
あーどうしよう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 、一旦ここいて、一旦ここいていい。んで続いて、あー土鍋か。これさ下の冷蔵庫負けれないよね。あっこれ移動できる、真ん中にしとこう。んでうわどうしよう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 、この土鍋どうしようかな。土鍋置くとこなくない？なんかでかい引き出しみたいなのがないからさ、ここ以外ここ入んのかな。ちょっと入れてみていい？入んないよねそれは入らんわな。どうしよう、入らないんだけど、みんなだったらどうするこれ。あザルだ、これ何気になかったよね今までザル麺類を作らなかったんだもん、おそらく。で謎のペットボトルね、これもう謎の何の液体が入ってるか分かんないペットボトルね。であこれお風呂場にあったやつじゃないかな、違うかな、違うね多分。よし続いて見ていきましょう。布巾ですね、もう布巾はねこうですね、やっぱこうなっちゃうよね。一回床に置くのも嫌だけどねこれ前回もあったと思うんだけど、一回床に置くの多分ね良くないよ、布巾とか。あかわいい猫ちゃんの、これ何これ、パソコン DS？ いや DS だってでかすぎるか。パソコンみたいなのゲットしたんだけど、トイレ置かしてもらおう。置けない？あごめんなさい、床置きます。はい、続いてがあーこれもタブレットだから、タブレット機は多分ねこの部屋だと思うんだよ。あ部屋がないな、あんまりこの部屋ぐらいか。タブレット、でもさタブレットとかってさこの辺で使いたくない？今回ちょっと難しいかもしんない、この辺置く一旦。マジか、ちょっと待って、今回結構むずいぞ。だって土鍋とか置けないもん普通に。でこれ何、何これ、ああーレシピ、ああーなるほど、これあのなんか次何今日の予定はみたいなやつか。うわどうしよう、こうなってくるとやっぱりこの写真類が下行っちゃうよね。でもなるべくさあのあれなんだよね、この家族写真とかは上の方に飾っときたいから。でもやっぱ使い勝手的に言うとこのなんつうんだろう、ホワイトボードはここのねあの一番見やすいところにあった方がいいんだよね。だからこうします、行きましょう。待ってこれどう、うわおしゃれ、おしゃれオツじゃないこれおしゃれオツってシャレオツじゃんこれ。んで悪くないんじゃないこれ、なかなか。んでさあ包丁ですね、これあんま入れるとこがないんだよね今回実は。あここに置ける、土鍋とかこの辺置くのかな、一旦置かしてもらって。土鍋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 をさこの一番下のとこ置きたい、こういてでこのこいつもここ置きます。フライパンどうしようかな、フライパンやっぱこの辺、この辺になっちゃうよね。んでこの容器とかもこの辺かな、あでもここに入れときになればいいねもう何言ってんのか分かんない俺。続いて、このスプーン系ですね、一旦置きましょう。おーしゃくれスプーンですね。続いてはブラシですね、これはねあのお風呂場だと思うんだよねおそらく。うわーめっちゃいい、てかこれなんか失敗したらさバキっていけそう、このガラスこっち開かないんだね。めっちゃいいじゃんこの部屋、こうでしょ。うわーマジ部屋っていうかもうお風呂場なんだけど、もうすごいいいお風呂場ね使ってるね本当に。んで続いては、あ出ました、これ前回めちゃめちゃねこの小原に苦戦させられたんだよね俺、どこ貼るのっつって。であのハートとかもね、まあ、この辺に貼っときましょうかね。よし貼りました。続いては、おっとこれはトースターですね、一旦置きましょう。星はどうしようかな、この辺なんか変な貼り方だなんかいびつな貼り方だけど、はい。でこれ終わりまして、んで置くものはどうするかって話なんだよね。このビールとかをさこの冷蔵庫の中に入れときたいんだけど、多分ねその夢は叶わないですね。んでこの包丁とかさこの上に乗せれたい、あーダメ、あ大丈夫、あいける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 、これで入れといて、でスプーンとかをオッケーいいね。でこうやってヘラとかさこの辺かけられないかな、ヘラとかかけられないかな、無理か、無理っぽいな。でこの辺置く、よし。んで、あここも開けられるから、この辺も置きたいな。これ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 、なんかバケツみたいなのある、ミキサーか、ミキサーこんなとこあるんだね。でこれ
本当に謎なんだよね、このペットボトル。でこのペットボトルはおそらく同じとこ行きたいんだと、このなんか鳥の餌みたいな。で、キッチンペーパーでしょ。どうしよっかな。このボールとかもさ、上の方置いていいよね。軽いし。置けないんかい。さあ、これで置いていきます。ポットとかもさ、ポットとかはさ、結構使うから、この辺置く？んで、哺乳瓶とかはこの辺がいいか。お酒どうしよっかな。一旦さ、お酒ってさ、冷蔵庫の中で冷やしときたいんだけど、多分その夢は叶わないんで、このなんか、宇宙セットみたいなやつ置いて、わあ、どうしよっかな。トースターとかってどこに置くのが正解なんだろう。この辺でいいかな。で、哺乳瓶に関してもあんま使うのかな。いや、待って、これいろいろね、あれだね、好み分かれるね。これに関しては。軽量、いや、軽量のやつってそこまでね、多分使わないと思うんですよ。なんで、俺この辺置かせていただきます。多分ね、そこまで、がっつり多分使わないと思うんで。よし、この辺置いて。で、これに関しては、これ。いいんじゃない？いいんじゃない？なんか、片付けできる人みたいな、俺。片付けできる人みたいになってるのがいいな、俺。んで、あー、ここ入れらんない？入れらんないんだったら、何を使うかとかね、全然わかんないからね、この子が。哺乳瓶。いや。ここにしましょう。哺乳瓶ここにします。よし、いいんじゃないかな。結構良くない？俺、部屋として。あ、待って、ここにかける場所がある。これ多分かける場所だってことは、なんかかけるものがあるんだよね。どうしようどうしようどうしよう。この辺とか？ほろ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 。え、これ多分違うと思うんだけど、かけるものが。合ってるかな？でもさ、でもさ、こんなところにあっても困るよね。ここで水洗いしてさ、こっちで拭きに行くんでしょ？なんかおかしな話もだもんね。なんかかけるものもし見つかればここにかけたいと思います。で、これお酒とかじゃないのかな？お酒とかだったら、どこ置きます？調味料なんで、この辺？この辺かな？この辺置きます？んで、ソルトとかも味付けのものなんで、この辺。で、草に関しては、草が困るんだよな、俺、草が。草が、もう草これさ、捨てない？草これ捨てない？すごい邪魔なんだけど。これ、あー、中に入ってる。どうしよう。この辺とかどう？悪くはないんじゃない？これなんかご飯ここで食うんだったらさ、この辺に、これなんて言うんだろう。草があるとさ、生き生きしない？気持ちが。よし、とりあえずこんな感じにしときましょうか。OK。まあ、ひとまずね、こんな感じにしました。まあ、割とね、すっきりした感じにできたんじゃないかなと思います。この部屋はね。また改造するかもしれないですけど。さあ、続いて、最後の部屋かな。あ、違うね。さっきどっち行く？おトイレでしょ、やっぱり。お風呂場おトイレ行きたいよね。んで、一旦かけます。いや、ほんとになんかチーズみたいなやつ。チーズ、レンコンかチーズみたいなやつね。ここにかけてますけど、気にせず行きましょう。さあ、ささみ肉いきます。こちらポーチですね。まあ、女性用のポーチみたいな感じですね、おそらく。で、怖いもあるな。これ、メンヘラ？これ、メンヘラじゃないの、これ。他の女に手出したら、これで切るからみたいなこと言うのかな。んで、これで、あ、歯ブラシ系ね。歯ブラシってさ、なんか立てかけ、嘘でしょ？電動歯ブラシっていういいものを買ってるじゃないの。めちゃめちゃ。俺でも買ってないのに。あ、ヒゲ剃りとかある。これ、ヒゲ剃りあるし。マジか。俺もヒゲ剃り持ってないんですよ。ヒゲ剃り持ってないし、電動歯ブラシも持ってないんですよ。なんで俺が持ってないもん持ってんの？この子は。で、この歯ブラシに、多分これあれだね。これが男性で、これ女性ね。おそらく男性はめちゃめちゃなんか生きて、こうやって電動の歯ブラシとか買うけど、女性の方は、ね、そんなに無駄遣いできないって言ってね、普通の歯ブラシにしてるみたいな。最低な彼氏だな。もう設定がひどいね、俺の。俺のなんか設定がひどすぎるんだけど。よし、続いて、爪切りですね。爪切りに関してもこの辺ですね、一旦ね。んで、これもそれ男性用のやつっぽいね。なんかモップみたいな。コップか。ラブリーコップね。
ラブリーコップ。でもこの辺も使うと思うからすぐに置いてきましょう。あ、なんかボディクリームみたいなやつ、洗顔みたいなやつゲットしたんで、どうしましょう。この辺置く？よし。シャンプーは、うわー、どうしよう。この辺置いてもいいかな。あんま良くないのかな。いいか。行きましょう。よ、続いては、あ、いきなり出てきた。てかさ、俺、この服ってさ、あれだよね。あれだよね、完全に。これだよね。これ、ブランドのものなのかな、もしかしたら。この柄が好きなのかな、この梅干しみたいな。梅干しみたいな柄がおそらく好きなんだと思います。はい、多分ブランドもんですね。さあ、見ていきましょう。これはなんか薬みたいですね。やつですね、おそらく。精神安定剤みたいな、多分そんなものだと思います。続いて、入浴剤か。どうしましょうか、入浴剤。そんなにさ、目立つところに置きたくないんで、入浴剤ここ行ったらさ、シャワーでべちゃべちゃになっちゃうもんね。どうしようかな。うわー、困るな、この辺。これ、こことか置けない？あ、すげえ、待って待って、みんな、これ聞いて。これ響いてんの、これ。これ響いてんの。やばいね。すごい。しかもシャリって言ってるのがガチなんだよね。その、入浴剤って感じがする。いや、すげえ。いや、このゲーム、やっぱね、音にね、すごいね、いいっすね。このガチンっていう音もね、しっかりガラスっぽいね、音なんですよ。これも。ほら、瓶。これは？これはペットボトルっぽいね。ジュース？これ。これジュースみたいなの置いてあるけど、これ。なんか、良くないジュース。すげえ、これ、外も見れる。いい、あれだね。なんか、外も見ながらね、シャワーができるっていう、素晴らしいお家ですね。これ、パンパースですね。パンパースゲットして。これに関してもそうだね。これ、なんか、ワセリンみたいなやつある。ワセリンみたいなやつあるんだけど。とりあえず、この辺置いて。あ、これ、入浴じゃないや。芳香剤みたいですか。よし、置いといて。あ、これ、芳香剤2個目？お気に入りなのかな、この芳香剤。ちょっと違うね、でも、柄が。まあ、並べといたらいいでしょう。この、なんか、調味料みたいなやつも置いといて。串か。串に関してはさ、この、なんか、すぐに使いたいと思うんだけど、引き出し入れさせてほしいな。個人的には。OK。よし、いいんじゃないかな。で、このクリームに関しても、ここに置いて。あ、アイロンだ。アイロンってさ、あんまりその、風呂場の中に持ち込みたくないんだけど、俺。アイロンとかってさ、この辺置きたいんだけど。この辺でいい？さすがになんか俺、やばいと思うんだけど。あの、風呂場に置いたら。よし、行きましょう。ほら、こういうものとかもさ、これマッサージチェアだと思うんだけど、この、こういうところに、入れれない、やばい、どうしよう。どうしよう。このゲームやばくなってきた。結構難しくなってきたぞ、このゲーム。一旦置かして、ここに。いや、ちょっと待って、なんか、物が多すぎる。物が多すぎて結構困るな。で、ゴミ箱か。ゴミ箱は、そうだな、すぐ捨てれる場所がいいんで、ここですね。邪魔くせえな。んで、こちらはなんだ、これは。なんかオレンジジュースみたいなやつ。あ、これとちょっと似たものなのかな。置いとく？とりあえずこの辺に。よし。ブラシに関しては、立て置いて。救急ボートみたいなやつね。これはそうだな。どこ置きます？ちょっと雑いけど、こんな感じに置く？一旦ね。一旦置いといて、見ていきましょう。これ目薬だよね。目薬もそうだな。ちっちゃいもんこの辺置いてるっぽいね。なんでこの辺壊してもらいましょう。辺でブラックペッパー置いて。あ、これだったらこれもさ、だったらこれもさ、これもこの辺置きたい。うわ、いいね、いいね、いいね。よし、いいんじゃないかな。これ横向いてるね。横向いてるから。よし。できて、このクリームみたいなピンク系のものは、この辺にね、いい感じに置けるといいかな。よし。こんな感じで、これ多分うがい薬だと思うんですよ。で、こんな感じで並べて。OK、終わったよ。で、これパソコンずっとここに置いてあったらやばいよね。よくないよね、これ。パソコンおそらくこの違うところだと思うんだけど。ベッドとかね。
オッケー、いい感じじゃないでしょうかね。いいんじゃない、割と。ちょっとね、これがね、置く場所がないんだよね。そこがちょっと気になる場所ではあるんだけど。これ男の子用のコップないけど大丈夫。え？割れてる。割れてるコップだ。すごっ、え？何これ、もう考察ゲーじゃん。で、ここに隠れミッキーみたいな、いるのちょっと気になるけど。え、待って。割れてるね。これあれだ、めっちゃ思い出深いんだろうね。昔から持ってたもんね、この子。いや、多分な、誰かからもらったとか、なんか記念でね、なんか、買ったとか、そういうものなんだろうね。そういうものってなんかさ、捨てづらいよね、やっぱり。ずっと飾っちゃったりするもんね。でもちゃんと使ってる、この子。唇怪我するかもしんないのに、ちゃんと使ってるの偉いね。さあ、見ていきましょうか。こちらのパンツ入れましょう。ずっとむき出しだったんでね。できます。続いていきましょうか。いや、いっぱいあるな。結構時間ね、長引いちゃったかもしんない、今回。ごめんなさい。服ですね。服も置いていきましょう。こんな感じで。下着ですね。下着に関しては、これ男性用っぽいね。いや、どうしよっかな。どこに置く？一番下ら辺でいいかな。OK。で、パンツが、女性コーナーみたいなのにしたいな。あの、下から、下のコーナーは全部女性ものみたいな。あ、それにしよう。そしたら彼氏もわかりやすいしね。んで、この下着、いっぱいちょっと出しとこうか。すごいな。なんか、虫に食われてない、これ。虫に食われてるんだけど、この下着。んで、この、あ、本みたいなのある。これ日記みたいなやつかな。左置こうかな、左の部屋。いろいろちょっとね、いっぱい出してって、このなんか、ジャケットもゲットしたんで、置きたいなぁ。あ、置けない。じゃあ、畳んでおく？じゃあ、畳んでおきましょうか。よし。あ、なんか、セットのやつゲットした。セットのやつゲットしたんで、ズボンはね、とりあえずね、こんな感じで立てかけたいんですよね。え、すごっ、待って。え、これ、なんか、縦に上下にできるんだけど。あ、違う、取るってことか。なるほどね。かける、取るみたいな感じか。OK。で、続いてが、え、こちらもパンツがな。ちょっと可愛らしいパンツっぽいですね。で、これに関して、じゃあこれも下に置きましょうか。これ誰のかちょっとよくわかんないんだけど、男性でもあり女性でもあるっぽいんで、これ適当すぎんここの男性なのかわかんないけど、このさ、このパンツ適当すぎるんだけど。俺が並べとってあげるよ、本当に優しい咲夜が。めちゃめちゃ優しいね。あの、神様より優しい。あ、間違えた。入れていって、OK。いいんじゃないでしょうか。で、下着も入れます。OK、完璧。んで、ベルトとかはさ、お互い使うと思うから、一番上なのかな。でも一番上ってこれ何なのか分かんないんだよね。説明とか見れないのかな。んで、まあ、ベルトか。ベルトもちょっと中入れときましょう。これ横にね、しておきます。あ、置けない。じゃあ、こう、縦に置いとくわ。OK！ いいんじゃないでしょうか。続いて、見ていきましょう。はい。おーっと、来ました。これ、男性用ですね。どう見ても男性用の下着ですね。で、これを、まあまあ、とりあえず入れていきます。もう、ガンガンサクサクいきましょう。いろんなパンツの柄あるな。だいたい大体偏ってるけど、なんか、すごいあれ、まばらだね。んで、ゲーム機でしょ。ゲーム機か。ゲーム機に関して、この辺置く。すぐできる場所がいいんでね。あー、これか。うわー、どうしよっかな。このクリップ系ってさ、この辺置くのが正解な気がする。いいね。んで、続いてが、あ、出た。そういえば、この子あれだったわ。美術系だから、こう彫刻刀かとかもあるんだよね。んで、あ、違う。入れます。あ、待って、バッグとかもある。うわ、こっちにも本ある。加湿器もあるし、謎のなんかもう怖いものもあるし。これ何？これ何？これ何なの？マジで。ここじゃなくてよくない？こっちでよくない？別に。こっちに置かしてもらうよ。で、これ分かりやすいようにこうしてるんだろうね。はい、まあこんな感じで置いときましょうか。まあこういうね、なんつんだ、
あの美術系のセットもこっち置こうかなと思ってます。これね置いといて、あ結構種類ある、赤青なんだあれもあるね。彫刻刀ではないのかな、わかんないな。でイヤホンね、イヤホンセットも、この辺置きます。オッケー、あー出た謎の本ね。これもちょっと謎なんですよ、昔から持ってるよねこの本も、お気に入りなんだろうね。あ下着ね、下着をとりあえず一番下じゃないところに置きます。結構手さばきも慣れてきたよ。でダンベル1キロね、多分男性がこっちなんだろうね。で女性が女性がこっちなんだろうね。でまあベッドの下あたり、あこういうのってベッドの下にあたりにね、はいはいはい置きましょうか。さあ見ていきましょう。あ結構ハンガーがさ増えてきたっぽい。んでうわーマジか、ハンガー増えてきたな。青色赤色って感じね。ちょっと一回置かしてもらおうか。んでこの辺置いて、ちょっと喉が疲れてきたみんなものすごく喉が疲れてきました俺。ものすごく喉がね今悲鳴を上げてますね。いやーね、ゲーム自体はねすごいね楽しいんですけど、ほのぼのしてるんですけど、俺の喉がめちゃめちゃ荒れ散らかってますってぐらいねすごいね痛いです。こんな感じで、やっていきます。よしいいんじゃないかな。よし、いいんじゃないこれ。すごく。で、かわいいね、この服。もう謎のこの物体 X みたいなやつの、本じゃねえや。シャツもゲットしまして。シャツいっぱい置けるようになったね、これで。OK、来たんで、あ、これちょっとね。このちょっとしたこだわりね。大事。アンパッキングではこのね、ちょっとしたこだわり大事だから。んで、ミニスカね。ミニスカに関しても、上置ける?置けないか、ちょっと硬化してもらうか、しゃあないね。あ可愛い服だ、可愛いねこれ、ブランドの服だ多分。可愛い風景はねこの辺に置きましょうか。よーしいいんじゃないかな。最後の蓋かなこれ、ラストじゃないこれ。うわラストだ。さあ見ていきましょうか。結構時間経っちゃったねごめんね。帽子なんかブランドの帽子か、アンパッキングかぶせらんないか、くそかぶせらんないんだったら、この、これをちょっと中に入れて、帽子か。帽子、この辺に置く。あ、出ました、これ。あの、前作の時もあったよね、この賞状みたいな。賞状か。賞状ね、いいんすけど、やっぱこっち側になるよね。え、どうしようこれ、どこ置こう。うわ、ちょっとこれ困るな。ちょっと待ってねみんな、ちょっと待ってね。症状か、え置く場所なくないごめん置く場所がねえんだけど、どうしようかな。これさ代わりに、あ取れない取れない、どうしよう。あれ待って、これ置く場所なくない、どうやって置いたらいいんだろう。なんか飾る場所がさないんだけど、えどうしよう、えこれどうしようこれ、え飾る場所ないんだけど、えフラワーに置くのお風呂場に置くの嫌なんだけどねえ、えでもお風呂場が以外飾れないんじゃないこれ、えほろ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 飾れないって、ちょっと一旦閉めておいていい、これとか閉めらんないよね。え待って、これお風呂場に行く以外さ置く場所がないんだけど、これほらほらほら、わかる、お風呂場飾れってこと、なんどんな賞受賞したのこの子、お風呂場部門受賞したのかな、もしかして美術じゃなくて、だってこの辺とかさ飾れないもん。えいやマジでここしかないマジで言ってんの。でもさトイレに飾るのもまあありなのか。でもちょっと汚くならないようにこの辺にしときます、ちょっと上の方に。ありがとうございます。でも意外と綺麗だったからいいかな別に。でこちらこれカーペットみたいな感じだから、これもちょっと下に置きましょう。あ出た、ちょっと可愛めのね、なんかあれですね、ズボン掛けですね。ズボン掛けいっぱい持ってるんだったらこれちょっとさ掛けたいんだけど、あスカートは掛けられないから、ほんじゃこれとかミニスカとか
とかけらんないこれ。あれ無理？難しいな。あ、もうかけてんのか。もうかかってたわ、ごめんなさい。んで、アイロンは、アイロンこの辺でいいか、でも。よし。続いて、バッグですね。バッグか。いや、待って、バッグ、ここに置きたい、ここに置きたい、この後ろ。あ、違うわ、違う違う違う、こっちだ、こっち、こっちに置くんです、皆さん。いや、これ良くない？可愛くないこれ。で、これ、アンパッキングをこの辺に置いて、んで、ハイヒールだ。可愛いハイヒール。めっちゃいい靴だな。めっちゃいい靴。可愛らしい。ハイヒールかと思ったらただの靴だった。何これ。騙し打ち俺。俺に対して騙し打ちこれ。んで、この靴に関してもいっぱいあるね。いや、こうやって並べてもさ、あれだね。入るかわかんないんだけど。入んないわ。ちょっと待って。入んない。入んないんだったら、この辺に置いて、こんな辺でいいかな？こんな感じでいいかな？お、エプロンか？エプロンだ。あ、待って、わかった。皆さん、ついに来ました。エプロンここだ。違うんかい。違うんかい。エプロンここだと思っちゃうじゃん。でもエプロンはすぐ使うところだから、この辺置きます。よし。かわいい服だな。めっちゃかわいい服、これ。こういうの好きだよ、俺。んで、おっと、これは、ニットジャケットですね。はい。ニットジャケットですね。続いて見ていきましょうか。あ、すごい詰めれる上にこうやって。いいね。詰めれる分は詰めていくのがいいかもしんない。個人的には。よーし、いいんじゃないかな。ちょっと隙間空いてんな、ここ。寄せたい。よーし、いいね。で、これ寄せていきます。おーし、綺麗、めっちゃ、待って、めっちゃ綺麗なんだけど。ねえ。すごくないこれ。めっちゃ綺麗じゃないで、あ、まあ、あえて開けとこう、これ。ちょっと、見せつけてやろう。オッケー、来た。んで、すごい赤色多いな。これ、すごい赤色多いんだけど。ほらほらほら、もう、いろいろ直さないと。あ、症状ダメここじゃ。あとは？あ、この辺は大丈夫っぽそうだね。うん。この部屋は大丈夫っぽいですね。で、このギターと、あ、そうだ、この辺ちょっと片付けてカットしようかな。はい、出来上がりました。右下見ていただければ分かるんですけど、この星マークついてるんで、パズルゲームひとまず終わりましたって感じですね。まあ、一部屋見ていきましょうか。いろいろ整理したんですけど、まあ、とりあえずね、グッズ系はここら辺に全部置きました。ちょっと離れてるんですけど、くっつけたらなんか変になるんですよね、これ。なんなのこれ。ちょっと並び替えていい？なんかいい感じになんないかな。こんな感じでいいかな。いやー、ちょっとでも、いやー、こだわり出ちゃうんだよな。OK って言ったのに俺。こだわり出ちゃうんすよね、どうしても。この辺か、あ、いいね、いいね、いいね。こんな感じに、置きました。まあ、ここにクリップみたいな、あ、ゲームか、これ。ゲームのカセットか。で、ありまして、まあ、カブトムシじゃない、クワワタありまして、グラスはね、ここ以外、移動できないっぽいんで、ここにしました。あと、このなんか黒いね、よくわかんない、ね、生き物。なんか、タバコみたいなやつ。タバコかな、これ。タバコみたいなやつは、まあ、ここにしかね、無理っぽそうだったんで。あと、本類はね、この辺に全部、まとめておきました。ちょっと整理していい？ OK。んで、こんな感じで、結構埋まったんだよね、こういうガシって。んで、こんな感じにしまして、まあ、その辺かな、この部屋は。変わったところといえば。次、右見ていきましょう。ちょっと待って、左から見ていい？こちらはですね、パソコンここに置きました。で、こっちが、タブレットですね。おそらくこっちが男性で、こっちが女性みたいな感じのイメージで置きました。あれ、待って、ちょっと待って。ちょっと待って。これ、男性なの。いや、いいんすよ。いいんだけどさ、こんな可愛いの。こんな可愛いんだってなっちゃうよね。男性、なんか俺、普通にさ、何もなく男性って言ったけど、これ、男性かなって思っちゃったもん、これ。両方女性なんじゃないって。もしかしてこれ、男性じゃなくて女装した女性とかじゃないのかな、これ。で、女装した女性とかじゃないのかな、これ。ワンチャンある？まあ、とりあえず、そこの辺は置いといて、まあ、ひとまずね、ここに、ペンタブと、パソコン置きました。んで、あとは変わったところといえば、この引き出しかな。引き出しの一番下が、ここにね、マッサージチェアみたいなやつ置きまして、あと何変わったっけな。
まあそんな感じかな。ひとまず変わったところで言うと最後、あ、違う違うわ、このトイレですね。あ、待って、一回流させて、よし一回流させて、でここにトイレットペーパーあったと思うんですけど、それをこっちに移動しました。あとこいつがね赤色になってたんで、ここにあったんですけど、こっちに移動しましたって感じですね。まあオレンジジュースも相変わらずここに置いといて、あ、待って、刺せるんですよねよし、いい感じで、謎にここにバターがあるんですけど、まあ置いといて、あとは変わったところはないかな。でこちらなんですけど、まあいろいろ下にあると思うんですけど、まあ結構ね、あのベッドの下じゃないとダメっていうね家具が多くて、まあそうしましたね。んーで、この靴とかもこの辺置いて、あとねこれギターがねかける場所がなくて、ベッドの下だったら OK もらったんで、そこに置きました。あとダンベル下と靴が下じゃないとダメっぽかったんで。でね、俺ねちょっと悲しくなったのがありまして、これなんだよね。前回このトイレに置いたやつなんだけど、これね本当にかける場所が本当ないんですよ。なんでなんとなくここ置いたら OK もらったんで、なんかすごい悲しくなった。あの賞状をさ、もらったものをか、飾らずにここに置くっていう、なんかこう複雑な気持ちになるのよ。賞をもらったんだけど、もうこの賞いいかみたいな感じでこう倉庫にしまうみたいな、次引っ越したらなくなってんじゃないかってね思っちゃうぐらい、ちょっとね苦しくなった俺は。なんでこうなったちゃったんだろうっていう。でアンパッキングもね傷ついてるしって感じですかね。ひとまずこんな感じで終わりましょうかね。さあ、どの部屋でね OK もらいましょうかね。いや、この部屋もいいんだけどな。一番傑作なのがね、この部屋で、写真撮りましょうかね。行きましょう。ありがとうございます。 OK、 結構時間かかったね。1時間30分かかったあ、なんかもらったね。で、これはちょっとね内容見とこ。インスタントじゃないコーヒーだ、うん、え、これちょっと待って、ちょっと待って、あのさこの写真で1枚とりあえずさ、この家に来て喋る一言これでしょ。インスタントじゃないコーヒーだでしょ。どんな一言、本当にもっといい一言喋って大学に行ったとか言ってたじゃん、2012年。もう結構最近になってきたね。おっと、待って、え、これってさ、え、ちょっと待って待って、え、これってさ戻ってきたじゃないよね。なにこれ、なにこれ、え、なんかちょっと待って、なんかさ最初の部屋にすげえ似てるんだけど、ちょっと横見ていい？あ、違うわ違うわ違うわ、似てるだけか。へえ、待って待って待って、これはちょっといろいろ考察ができますね。次回考察しようかな、その辺に関しては。2部屋しかないんですよ今回。今回じゃない、次回ね。ということで、次回この部屋やっていきたいと思います。やっぱりさ、このひよこヒカキンさんにしか見えないね。